原発事故による避難指示が今も続く福島県浪江町津島地区。来年の一部避難指示解除に向け、酪農家の今野博さんは帰還の準備を進めています。築200年を超える自宅は今月リフォームが終わり、24日は大切に保管してきた遺影の整理をしていました。ちょっと額縁が腐りかかってきたので、これから交換しようかと思ってます。それで改めてご先祖様の遺影を飾る三端をしたいと思ってます。ばあちゃんです。で、これちょっと写真悪いんだけども、少なくとも14代以上この地で続いてきた今野家。震災前は酪農を営んでいましたが、事故後、牛はすべて手放し、今野さんも避難を余儀なくされました。情けなかったっていう、まあね、母屋っていうか、人それぞれのうちももう草ぼうぼうだし、壊れてるところは壊れっぱなしだしで。避難が長引き、自宅は徐々に傷みましたが、解体することはありませんでした。まあ、俺が作ったものだったらば、俺の一存で壊せる。これ誰作ったのって、じゃあこの作ったうちの誰に許可取ればいいのってことですよ。一番近いご先祖様ったらおふくろなんだけども、でもおふくろに聞いてこれ壊していいかいって言っていいよって言うかも知れないって全然思わなかったです。おふくろは絶対言わないと思った。そう思った時にじゃあ壊せない。今野家は代々地域の伝統芸能田植え踊りの世話役を務めてきました。この家は地域の人が一堂に集まる大切な場所でした。自宅には近所の人が気軽に立ち寄れるよう縁側もあえて残しました。年に1回しか帰ってなかった人がじゃあ月に1回くらい行ってみるか、じゃあ広島のとこさでは行ってみちょっとねって、あのうじみでお茶でもごっつになってくるかなと思ってくれればそれはそれでいいのかな。まあ、じいさんも親父も好きだったんですよ、そういったことが。まあ、それを私の代で絶やすのも申し訳ないなと思うし。